皆様こんにちは。鼓動の小島千恵子です。今シドニーに来ています。シドニーは冬ですね、でもすごく爽やか。そしてこちらにいらっしゃるのはこの家のプープーちゃんです。よろしくお願いします。今日は皆様にお願いがありまして、このビデオを撮っております。お願いというのはクラウドファウンディングのお願いです。来年の2月アメリカのミネソタ州の、セントポール市で行われるハービートという公演がございます。この公演は世界中の女性太鼓奏者が集まりまして、一つの作品を作るという素晴らしい企画なんですけれども、私もその一人として参加させていただきます。はい、それでですね、そのハービート始まる前に、ドキュメンタリー映画を撮影するということで、それぞれの何人かのですね太鼓奏者の、密着取材をするんですけれども、やはり、そこにも私が入ってましてですね、密着取材を受けるわけなんです。そのそれぞれの皆さんがどんなことを生活しているか、どんな思いをなさっているか、私も聞きたいですね。私のことも紹介できるということで、すごく恥ずかしながら嬉しく思っております。その撮影のための資金集めとしてクラウドファウンディングが立ち上がりました。ぜひ皆様に少しでもいいんですけれども、ご協力ご寄付いただきまして、この撮影ができるように応援していただきたいと存じます。詳しくはここあたりにありますのでご覧ください。もう世界中に本当に、太鼓なさっている女性がいっぱいいらっしゃいますね。私も20年前に、太鼓カンファレンスで花八条を披露したのが、もう私の太鼓歴の、始まりでございます。今年はもうアニバーサリー、いろんなことを企画が持ち上がっておりますけれども、これしかできませんけれども、私も一生懸命そのハービートの一人として頑張ってみたいと思います。密着取材も頑張って受けたいと思います。ぜひ応援してください。彼女もね、応援してくれると思いますね。それではどうぞよろしくお願いいたします。